ウィリアム・フェルトン・ビル・ラッセルは、アメリカ合衆国ルイジアナ州、モンロー出身の元バスケットボール選手。身長208センチメートル、体重102キログラム。1950年代から1960年代にかけて NBA で活躍した伝説的選手であり、ボストンセルティックスを11回の優勝に導いたことで知られる。恵まれた。 身体能力と抜群のバスケセンスを武器に、リバウンドやブロックショットで才能を発揮し、特にディフェンスの側面では、競技に革新的な影響をもたらしたとされ、しばしば歴代最高のディフェンダー、ひいては史上最も偉大なバスケットボール選手の一人に挙げられる。サンフランシスコ大学時代に、全米大学トーナメントを連覇、1956年メルボルンオリンピックでは、 金メダルを獲得し、NBA ファイナルは8連覇を含む11回の優勝と当時のアメリカバスケットボール界の主要タイトルをすべて制覇しており、特に NBA ファイナルは彼の NBA キャリア13年の間で優勝を逃したのはわずか2回のみで、個々あらゆる NBA 選手の中で彼以上にチャンピオンリングを持っているものは存在しない。個人でも、 NBA オールスターゲーム出場12回、シーズン MVP5 回、オール NBA チーム選出11回。ディフェンスに長けた選手だったが、当時は守備関連の賞が充実していなかったため、オールディフェンシブチーム選出は1回のみ、またファイナル MVP も彼が引退する年に創設されたため受賞することはなかったが、2009年にはラッセルの功績を称えて、 ファイナル MVP は彼の名を冠したビル・ラッセル NBA ファイナル MVP 賞と改名された。NBA25 周年、35周年、50周年に発表されたオールタイムチームすべてに名を連ね、1975年にはバスケットボール殿堂入り、2007年にはフィババスケットボール殿堂入りを果たした。背番号6は、 ボストンセルティックスの永久欠番となっている。現役最後の3年間は選手権コーチとしてセルティックスを指揮し、現役引退後もシアトルスーパーソニックス、サクラメントキングスのヘッドコーチを歴任した。ラッセルの功績の中で特筆すべき点として、11回の優勝に代表される選手としての功績だけでなく、当時リーグの内外で蔓延していた。 人種差別に毅然と立ち向かい、アフリカ系アメリカ人選手の地位を向上させた、公民権運動家としての功績が挙げられる。ラッセルは、黒人初の NBA スター選手であり、また、アメリカ次第メジャースポーツ初の黒人ヘッドコーチだった。一方で、マスメディアとは、険悪な関係が長年続いた。ビル・ラッセルことウィリアム・フェルトン・ラッセルが生まれた。 ルイジアナ州ウェストモンローは厳格な人種隔離政策が敷かれていた地で、幼い頃のラッセルの身近にも様々な人種差別が取り巻いていた。ラッセルが8歳の頃、周囲の多くの黒人が第二次世界大戦中のこの時期に職を求めてオークランドに移住したのにならい、ラッセル一家もオークランドに引っ越したが、この移住計画はうまくいかず、一家は貧困に陥り、 ラッセルは幼少期の大半を低所得者向けの公営住宅で過ごした。ラッセルが12歳の時には母が亡くなり、彼は悲しみに暮れたが、父、チャーリー・ラッセルは、静止工場管理人、トラック運転手、製鉄所行員と職を転々としながらも、一家を支え、幼い頃のラッセルのヒーローとなった。後に、 偉大なバスケットボール選手となるラッセルだが、少年時代のラッセルはあまり将来有望な、バスケ選手には見えなかった。総力も跳躍力もあり、バスケには有利な大きな手も持っていたが、試合に対する理解度が足りず、中学時代はチームから追い出された。マククライモンズ高校2年の時にもチームから追い出され、かけたが、コーチのジョージ・パウルスが、ラッセルの才能を見出し、彼に、 基礎から取り組むよう奨励した。白人の口からは差別的な発言しか聞いたことがなかったラッセルは白人コーチの教授を喜んで受け入れた。ラッセルは熱心に練習に励み、後にバスケット界に革命をもたらすことになるディフェンススタイルの基礎を学んでいくことになるが、高校在学中の間に彼の才能が開花することはなく、無名選手のまま高校卒業の時期を迎えた。 なお、高校時代のチームメイトに、後のアメリカ野球伝道入り選手、フランク・ロビンソンがいる。また当時のラッセルの憧れのバスケット選手は、ジョージ・マイカンであり、高校在学中には面会する機会も与えられた。地元のサンフランシスコ大学のハルデ・ジュリオが、高校の試合でラッセルを目撃するまで、ラッセルは、全くの無名選手であり、彼の元には一つの勧誘の話も来なかった。 ラッセルはジュリオの目にでさえ得点能力に乏しく根本的にひどいと映ったがジュリオはラッセルが特にクラッチタイムにおいては素晴らしい才能を発揮することを発見し彼に奨学金の提供を申し入れた。ジュリオによるラッセル発掘はラッセルの人生の分水嶺となった。アセフのバスケットコーチフィル・ウルパートはラッセルを先発センターに抜擢。 ウールパートが標榜するディフェンスに主眼を置いたハーフコートバスケットはラッセルのくすぶっていた才能を大いに引き出すことになる。またウールパートは皮膚の色に頓着しないコーチでアセフの先発にはラッセル、そしてラッセルの生涯の名優となるケイシー・ジョーンズ、ハルペリーの3人の黒人選手がいた。ウールパート指導の下、ラッセルが確立したプレイスタイルは当時は 非常に珍しいものだった。ラッセルは本来守るべき敵チームのセンターを常にはマークせず、積極的に前へ出てヘルプディフェンスに回った。センターが主な得点源だった当時のバスケットにおいてセンターをフリーにすることは自殺行為に等しかったが、センターとしての長身にガード並みの脚力を備えるラッセルはこの戦術により彼の生涯最大の武器となる。 ブロックショットを身につけ、敵チームの大きな脅威となり、ラッセルは芝叩く間にガレッジバスケ界の神聖となった。ある試合で、ラッセルがホリークロス大学のスター選手で、後にボストンセルティックスでチームメイトとなるとインソーンを無得点に抑えた時は、メジャースポーツ紙、スポーツイラストレーテッドは、もしラッセルがシュートを打つことを覚えたならば、 ルールを書き換えなければならなくなるとラッセルの能力を絶賛した。バスケットの才能を一気に開花させたラッセルだったが、大学生活においても人種差別の問題に直面した。黒人選手を多く要するアセフは彼らがただ黒人という理由だけで常に嘲笑の対象だった。一つの顕著な例として1954年の NCWA トーナメントで訪れた町のホテルでは、 アセフの選手のうち黒人選手だけ宿泊を拒否されたため、白人選手も含めた全員が宿泊を取りやめ、並行された大学の寄宿舎に泊まった。辛い出来事ではあったが、この事件がかえってアセフの結束を強め、アセフ男子はスケットボールチームの黄金期を築くことになる。インサイドに、ラッセル、ペリメーターにやはり優秀なディフェンダーだったガードの、ケイシー・ジョーンズを擁するアセフは、 無敵を誇り、1955年から1956年にかけて55連勝を飾り、NCWA トーナメントも連覇した。特に、ゴール下に陣取るラッセルのディフェンス技術は、全米のカレッジバスケ界に轟き、伝説的なコーチ、ジョン・ウッテンは、私が出会った中で最も偉大なディフェンシブマンと、評した。ラッセルのアセフでの3年間の成績は、 平均20.7得点20.3リバウンドだった。大学時代はその身体能力を生かして陸上選手としても活躍した。440ヤード走では49.6秒を記録。総高飛びではトラックフィールドニュース史において1956年の世界ランキング7位にランクされ、同年には アマチュアアスレチックユニオンの複数の大会で優勝し、うち一つの西海岸競技大会では、彼の自己ベストとなる206センチメートルを記録している。大学を卒業する頃にはハーレムグローブトロッターズからの勧誘を受けたが、ラッセルは NBA ドラフトへのエントリーを決意した。1950年代前半のボストンセルティックスは、レッドアワーバック式のも 毎年アシストを担っていたボブ・クージー、フリースローの名手だったビル・シャーマンとリーグを代表する選手二人をバックコートに、インサイドにはやはりリーグを代表するセンターだったエドマコーレ例を要し、プレーオフ常連のチームではあったが、優勝にはほど遠く、中堅チームとして長らくくすぶっていた。優勝するために最後のピースを探していたアワーバックにとって、 カリフォルニア大学のビル・ラッセルは究極のチームプレイヤーのように見えた。ラッセルのタフネスとリバウンド力はセルティックスに欠けていたものだったのである。このアワーバックの考えは当時のバスケ界では異端とされていた。当時のセンターはあくまでチームの主要な得点源であってディフェンスなどは二の次であった。ぜひともラッセルを欲したアワーバックだったが、 セルティックスがラッセルを指名できる確率は低いように思えた。彼らがラッセルがエントリーした1956年の NBA ドラフトで持っていた指名権はとても低いもので彼らの順に回ってくるまでにラッセルが指名されずに残っている可能性はほぼなかった。さらにアワーバックはセルティックスが持つ一順目指名権を放棄し地域指名で トム・ヘイン・ソーンを指名する予定だったため、彼らがただ座して待っているだけでは、ラッセルを指名できるのは不可能だった。そこで、アワーバックでは、ある取引を行うことでラッセルをまんまと市中に収めることに成功する。この取引は、毎年指名権をめぐって熾烈な駆け引きが行われる、NBA ドラフトの歴史において、最も巧妙な取引の一つとなり、またセルティックス史上、 さらに市場類を見ない王朝チームを築き上げたという点においては NBA 史上最も重要な取引の一つとなる。まず、アワーバックはこの年の全体一位指名権を持つ、ロチェスター・ロイヤルズはラッセルを指名しないと踏んだ。なぜなら、ロイヤルズにはすでにモーリス・ストークスという屈強なビッグマンがいるため、ラッセルを指名する必要はなく、また彼らは優秀なシューティングガードを探しており、 さらにラッセルの要求する2万5千ドルの契約を払う気がなかったからである。そして、アーバックが目をつけたのが2位指名権を持つ、セントルイスホークスだった。ホークスはラッセルを指名する予定だったが、彼らには、ドラフト候補生以外でもう一人欲しい人材がいた。セルティックスのセンター、エド・マコーレイである。マコーレは、セントルイス生まれのセントルイス育ち、セントルイス大学の出身で、 ホークスにとっては、この地元出身のスター選手をぜひとも招き入れたかった。また、マコーレイ自身も病気がちの息子のために、セントルイスに帰りたいという希望を持っていた。相思相愛となったセルティックスとホークスは、ホークスにラッセルを指名してもらい、後にマコーレイとのトレードで、ラッセルがセルティックスに入団するという手はずを整えた。その後ホークスは、セルティックスの足元を見て、 マコーレイにクリフ・ヘーガンも加えるよう要求し、セルティックスはこの要求をしぶしぶ飲んで、ビル・ラッセルに対し、エド・マコーレーとクリフ・ヘーガンというトレードが仮成立した。そして、ドラフト当日、1位指名権を持つロイヤルズは、アワーバックの目論見み通り、ラッセルではなく、ドゥケーン大学のシーグリーンを指名。そしてホークスは、約束通り、2位指名権を使って、 ラッセルを指名した。そして直後に、セルティックスとのトレードが交わされ、ラッセルはめでたく、セルティックスに入団したのである。さらにセルティックスは、当初の予定通りに一巡目指名権を放棄して、地域指名によって、トム・ヘイン・ソウを指名。さらに二巡目指名権を使って、ラッセルと同じアセフ出身である、ケイシー・ジョーンズを指名。アワーバックはたった一度のドラフトで、後に、 電動入りする選手3人を手に入れてしまったのである。アワーバックはラッセルを入団させるために多大な労力を払ったが、彼の選択はセルティックスにとっては最高の選択となり、そして他チームにとっては悪魔の選択となる。ラッセルのセルティックス入団により、ここに、ボストンに数々の栄光を他の地には、それと同数の挫折をもたらす王朝チームが完成したのである。なお、 互いに満足のいく取引を行ったセルティックスとホークスだが、新シーズンを迎えると一転して激しいライバル関係を演じることになる。セルティックスにとっては待ち望んだラッセルの入団だが、彼らはしばらくお預けを食らうことになる。ラッセルがアメリカ代表チームのキャプテンとして、1956年メルボルンオリンピックに出場したからである。 オリンピックが開催される11月の時にはすでにセルティックスと契約を結んでいるため国際オリンピック委員会からはもはやアマチュアではないラッセルの出場を問題視する意見もあったが彼の出場は無事認められまたラッセルにもセルティックスに新シーズン開幕から参加する選択もあったがオリンピック出場を選んだなおラッセルはもし代表チームで礼遇されるようなことがあれば そうたか飛びでの出場も考えていたという。ジェラルド・タッカーコーチの下、ラッセルに、彼の同窓生ケイシー・ジョーンズも加わった、代表チームは、平均53.5点差をつけて、他国を圧倒。決勝での対ソ連戦では89-55で、完勝し、見事に、金メダルを獲得した。ラッセルは、チームのリーディングスコアラーとして活躍し、平均14.1得点を記録。 KC ーージョーンズも10.9得点を挙げて、金メダル獲得に貢献した。金メダルを手土産に、ボストンにやってきたラッセルは、1956から57シーズンの途中から試合に参加し、1956年12月22日に NBA 公式戦デビューを迎えた。対戦相手は皮肉にもラッセルをセルティックスに入団させたセントルイスホークスだった。 アワーバック HC はラッセルに対し、当時リーグ最高峰のスコアラーだったホークスのエース、ボブ・ペティットをマークするよう命じた。そしてルーキーはこの日のプレイで、彼のマンツー、マンディフェンスとブロックショットのレベルの高さをボストン市民に認識させた。ラッセルが加入した、当時のセルティックスは、リーグ1位の得点力を持つ代わりに、ディフェンスは、失点で、 リーグワースト1位とオフェンスのみに重点を置いた極端な戦力バランスとなっていた。セルティックスが優勝するにはこの戦力の不均衡を是正する必要があったが、そんな時に現れたラッセルはまさにチームに劇的な変革をもたらす改革者だった。アワーバックはチームの戦術に変更を加え、チームに攻撃的なディフェンスを仕掛けさせ、相手チームにターンオーバーを強いることで、 セルティックスが最も得意としたオフェンスパターンである速攻をより容易に出させようとした。攻撃的なディフェンスはかえってディフェンスに隙を生じさせ、相手のドライブを容易にしてしまう可能性があるが、アワーバックとセルティックスの選手たちはペリーメーターのディフェンスラインを突破されようとも慌てる必要はなかった。なぜなら彼らが突破した先にはビルラッセルが待ち構えているからである。 ラッセルはいわばヘルプディフェンスのエリートだった。その長身には似つかわしくない俊敏性を誇る。ラッセルはチームのディフェンスに隙間が生じればすぐさまカバーに行き、味方が不利と悟れば炎上に走ってダブルチームにつき、たとえディフェンスラインを突破されてもラッセルの最大の武器であるブロックショットで敵のシュートを次々と叩き落とした。ラッセルが後ろに控えているということは チームメイトのディフェンスをよりアグレッシブにさせた。たとえ抜かれても、ラッセルが止めてくれるという信頼があったからである。そしてよりアグレッシブになれば、よりターンオーバーを引き出すことができ、より簡単に速攻を出すことができる。もし、シュートを打たれても、外れたらそのリバウンドは必ずラッセルが拾う。彼が拾えば、すなわちそれは速攻のチャンスとなる。 後に無敵を誇ることになるセルティックスの攻防一体の戦術はすべてがラッセルを基盤としていた。このセルティックスの戦術はヘイ、ビルと呼ばれた。ディフェンスにおいてチームメイトがラッセルの助けを必要とした時ラッセルをこう呼ぶことから名付けられた。またラッセルのブロックショットはスポーツブランドのウィルソンが敵シューターの顔面に押し込むようだと評したことから ウィルソンバーガーと呼ばれた。1年目からセルティックスの大黒柱となったラッセルは1956から57シーズンを14.7得点19.6リバウンドの成績を残し、平均リバウンドはリーグトップだったが、当時のリバウンドは平均ではなく通算で決められており、オリンピック出場のために24試合を欠場した。 ラッセルは1年目でのリバウンド王の栄誉は逃した。ニューヨーク・ニックス戦では問題行動を起こした。この試合で、ニックスのレイ・フェリックスから絶えず、挑発行為を受けたラッセルは、アワーバックに相談したところ、自分で対処するようにと言われたため、再びフェリックスから挑発を受けたとき、殴って、フェリックスを黙らせた。当然、悪質な行為として25ドルの罰金を課せられた。 また同じルーキーのチームメイト、トム・ヘイン・ソーンとはやや険悪な関係となった。このシーズンの新人王を獲得したのはラッセルではなく、チームメイトのヘイン・ソーンだった。納得いかないラッセルは、ある時ヘイン・ソーンが、いとこのためにサインを書いてほしいと頼まれても断り、またある時は、ヘイン・ソーンが、新人王の賞金としてもらった300ドルの半分を、自分が得られる権利があると主張した。 二人のルーキーはしばらく打ち解けることはなかったが、ボブクージーとは人種の壁があったにもかかわらず、良好な関係を築くことができた。個人としてはやや不満の残る一年目のシーズンとなったが、チームはラッセル効果により、歴代2位の勝率となる44勝28敗の高成績を残し、レギュラーシーズンの勝率ではリーグトップとなった。第1シードで臨んだ。 プレイオフデビジョン決勝では、ドルフ・シェーズ率いるシラキュース・ナショナルズと対決。ルーキーのラッセルは、プレイオフデビュー戦でいきなりリーグを代表する、ビッグマンとのマッチアップを任せられたが、16得点31リバウンド7ブロックという堂々たる数字を残し、セルティックスを108から89の干渉に導いた。勢いに乗ったセルティックスは3戦全勝でナショナルズを破り、 念願の NBA ファイナルに進出する。ファイナルでは因縁のセントルイスホークスと対決。実力白昼の両者は最初の6試合をそれぞれ3勝を分け合い、シリーズは第7戦に突入。この大一番でラッセルはホークスのエースボブ・ペティットを懸命に抑え込んでいたが、試合の主役はこの日37得点を挙げたトム・ヘイン・ソーンだった。ラッセルが後に コールマンプレーと呼ばれるブロックショットを繰り出すまでは100から101とセルティックスの1点ビハインドで迎えた第4球残り40秒ミッドラインからのスローインを受け取ったホークスのジャック・コールマンのシュートをベースラインに立っていたはずのラッセルがどこからともなく飛んできて見事にブロックさらにラッセルは自ら速攻に走って土壇場でチームを逆転に導くシュートを決めた その後ペティットの執念でホークスに追いつかれたため試合はオーバータイムに突入。さらに二つ目のオーバータイムを重ねたがセルティックスはホークスの懸命の追撃を振り切って125から123で勝利。この試合で19得点32リバウンドに加え第4球でチームを救う名ブロックショットを叩き出したラッセルは NBA1 年目にして チームを初優勝に導いた。しかしこの優勝は後に続く栄光の時代の、ほんの序章に過ぎなかった。なお、この年のセルティックスには、大黒柱のラッセル、プレーメーカーのボブクージ、名シューターのビルシャーマン、得点力に長けたフォワード、トム・ヘインソーン、名シックスマンのフランク・ラムジー、優れたディフェンダーのジム・ロスカトフと あとに、セルティックスのアリーナの天井を永久欠番のバナーで、飾る選手が6人もいた。翌1957から58シーズン、開幕から、フル参戦したラッセルは16.6得点22.7リバウンドを上げて、初のリバウンド王に輝き、オールスターにも初選出され、チームも前年に引き続き49勝23敗と、好調を維持した。奇妙なことは、 レギュラーシーズン終了後、各賞の発表で起こった。2年連続でチームを勝率リーグトップに導き、自身も会心の成績を残したラッセルは、NBA2 年目で早くも1つ目のシーズン MVP を獲得するが、オール NBA チームではセカンドチームの選出だった。選考員は MVP を受賞したラッセルよりも、まだ優秀なセンターがいると判断したのである。 この現象は、後も繰り返し起こることになる。とは言えたと、エラッセルより、優秀なセンターが他にいようとも、ラッセルがセルティックスにいることが肝心だった。勝率リーグトップの成績を残したセルティックスは、デビジョン決勝でフィラデルフィア・ウォリアーズを破ると、NBA ファイナルでは2年連続で、宿敵セントルイスホークスと対決。セルティックスには、 ミネアポリスレーカーッズ以来となる、連覇の期待がかかったシリーズとなったが、一勝一敗で、迎えた第3戦で不幸が襲った。ラッセルがリバウンドの着地でペティットの足を踏んでしまい、足首を捻挫してしまい、そのままコートを去ってしまったのである。ラッセルの不在をセルティックスは過労じて一勝二敗で、切り抜け、第6戦にはラッセルが足を引きずりながらも戻って、きたが、 ペティットの一世一代のプレー50得点でセルティックスは敗れ連覇の夢は叶わなかった。ファイナルという最も大事な場面でチームを援護できなかったラッセルは新シーズンで名誉を取り戻すために復活。自身は16.7得点23.0リバウンドを記録しチームも当時の NBA 歴代最高勝利数となる52勝20敗を挙げた。 ラッセルは2年連続の MVP こそならなかったが、オール NBA チームではめでたく初のファーストチーム入りを果たしている。プレーオフではデビジョン決勝でシラキュースナショナルズに思わぬ苦戦を強いられたが、4勝3敗で尻溶け、3年連続でファイナルに進出。ファイナルではお馴染みのライバルだった、この年セルティックスに次ぐ49勝を挙げた。 セントルイスホークスが待っているはずだったが、彼らはデビジョン決勝で不覚を取った。ホークスを破ってファイナルに勝ち上がったのはミネアポリス・レイカーズ。後に時代をまたいで、セルティックスの最大のライバルとなるレイカーズとの初の頂上決戦が実現した。記念すべき最初の対決は、しかし、両者のチームとしての完成度は、天と地ほどの開きがあり、 エルジンベーラーのワンマンチームであったレイカーズをセルティックスは四戦全勝で一周。あっさりと王座に返り咲いた。完敗したレイカーズのヘッドコーチ、ジョン・クンドラは我々はビルのいないセルティックスを恐れない。彼をどこかへやってくれ。そうすれば我々は彼らを倒すことができる。彼は精神的にも我々を無打ってくれたトラッセルのプレーに舌を巻いた。一シーズンを置いて、 再び王座に返り咲いたセルティックスは、今後7シーズン続けてこの椅子に座り続けることになる。アメリカプロスポーツ史上最長となる8連覇の時代は、こうして幕を開けた。セルティックスは、前年をさらに上回る59勝16敗、ラッセルは18.2得点24.0、リバウンドを記録。2度目の優勝を経て、自身もチームも絶頂期を迎えつつある。このシーズン、 NBA はかつてない新人を迎える。216センチメートルの長身を誇るウィルとチェンバレンである。チェンバレンは、ルーキーイヤーから37.6得点27.0リバウンドという洗礼のない数字を残し、新人王のみならずシーズン MVP を受賞。得点王に加え、リバウンド王の座もラッセルから奪った。ラッセルとチェンバレン。 両者は選手のタイプとしては対局に立つ二人だった。ラッセルはリーグ随一のディフェンダーであり、そしてチェンバレンはオフェンスに特化した最強のスコアリングマシーンだった。その二人のビッグマンが同じ時代に同じリーグに並び立つ。そこにライバル関係が成立しないはずはなく、チェンバレンの登場はラッセルにとって二人といない公的主の登場を意味した。 1959年11月7日、ラッセルのセルティックスとチェンバレンのフィラデルフィア・ウォリアーズが対戦、両者は初めて相見え、ラッセルの22得点に対し、チェンバレンは30得点を挙げ、試合は115から106で、セルティックスの勝利という形で、後に NBA 史上最大のライバル関係の一つとされる二人の最初のザビッグコリジョンは幕を閉じた。 ラッセルとチェンバレンの対決は、ザビック・コリジョン、あるいは、バトル・オブ・タイタンズと呼ばれ、当時の NBA の最大の呼び物として、人気を集めることになる。プレイオフデビジョン決勝では再び、ウォリアーズとの対戦が実現したが、ラッセル率いるセルティックスは4勝2敗でウォリアーズを退けた。以後、ラッセルとチェンバレンのライバル関係は、個人成績ではチェンバレンが上回りながらも、 チームとしての対決では、ラッセルのセルティックスがことごとく、チェンバレンのチームを駆逐するという関係が続く。ファイナルでは、おなじみのホークスが待っていた。当時最大のライバルチームだった、両者3度目の対決は、第7戦までも釣れた末に、セルティックスが4勝3敗でホークスを下し、ミネアポリス・レイカーズが1954年に、達成して、以来となる連覇を成し遂げた。 このシリーズでラッセルは、第2戦では、ファイナル史上最多となる40リバウンド、第7戦では22得点35リバウンドと、大活躍だった。連覇を成し遂げてもなおラッセルのモチベーションは落ちず、1960から61シーズンも16.9得点23.9リバウンドと、安定した成績を残し、2度目のシーズン MVP を受賞。 チームも57勝22敗と5年連続でリーグトップの勝率を記録した。プレーオフデビジョン決勝でシラキュースナショナルズを破ったセルティックスはファイナルではホークスと5度目にして最後の対決を4勝1敗で制して4回目の優勝を果たし NBA 史上2度目となる3連覇を達成した。この5年間で3連覇を含む 計4回の優勝を成し遂げたセルティックスだが、王朝の基盤をより盤石なものにするためにも、チーム内の世代交代を進めなければならなかった。そして新シーズン開幕前に、セルティックスの主要得点源だったビル・シャーマンが引退。彼に代わって、サム・ジョーンズがチーム内で台頭した。このようにセルティックスは連覇記録を伸ばすために絶えず、 選手の入れ替えを行っていくが、王朝終焉を迎える。その時まで、ラッセルの大黒柱としての存在は、不動のものだった。1961から62シーズンは、ビルト・チェンバレンが、平均50.4得点、1試合100得点を達成した伝説的なシーズンとして記憶されるが、このシーズンの MVP を獲得したのに2年連続の受賞となるラッセルだった。 ラッセルは18.9得点23.6、リバウンドと例年通りの数字を残した上で、チームを史上初の60勝を超えとなる60勝20敗の成績に導いていた。プレーオフデビジョン決勝では、伝説のシーズンを過ごしたチェンバレンのウォーリアーズと2度目の対決となったが、チェンバレンが毎夜50得点上げようとも、最後に笑うのはセルティックスだった。 ラッセル率いるセルティックスは第7戦までもつれたこのシリーズをサム・ジョーンズのクラッチシュートという形で締めくくり4勝3敗で制して6年連続のファイナル進出を決めた。ファイナルでは3年ぶり2度目となるレイカーズとの対決が待っていた。前回のレイカーズはエルジン・ベーラーのほぼワンマンチームだったが今回はジェリー・ウェストという強力な仲間を得て セルティックスとのリベンジマッチに備えていた。このファイナルで両者は初めてライバルらしい激戦を演じ、2勝2敗のタイで迎えた第5戦では、ベーラーのファイナル記録となる61得点にやられ、2勝3敗とシリーズをリードされた。第6戦ではセルティックスが勝利し、優勝の行方は第7戦に委ねられる。そして勝った方が優勝という緊張感みなぎる。 この試合で、セルティックスを8連覇時代最大の危機が襲った。100から100の同点で迎え第4九終盤。レイカーズのオフェンスに、セルティックスは当然得点源のベーラーと、ウェストにディフェンスを集中させたが、ボールはオープンのフランクセルビに渡り、セルビは7フィートの位置からシュートを打った。残り時間は5秒を切り、これが決まれば、レイカーズの勝利と優勝が、 ほぼ決定づけられたが、セルビのシュートは幸運にも外れ、試合は、オーバータイムに突入した。命拾いしたセルティックスだったが、彼らは追い込まれていた。ベーラーらへの懸命なディフェンスが、あだとなり、オーバータイムに入った時点で、トム・ヘインソーン、ジム・ロスカトフ、サッチ・サンダースらセルティックスの主力フォワード3人が、ファウルアウトに追いやられていたのだ。そしてオーバータイムではさらに、 フランク・ラムジーもファウルアウトとなり、セルティックスの陣容は壊滅的な状況となった。しかしこのチームの危機にラッセルの進化が発揮され、ラッセルはコート上に残された4選手を見事に統率。ベーラーにマッチアップする普段ほとんど出番のないジーン、グアリアにも巧みにヘルプディフェンスに走ってベーラーを抑え込むと自身は30得点と自身が持つ。 ファイナル最多記録体となる40リバウンドを記録し、110から107でセルティックスを勝利に導いた。ついに前人未到の4連覇を達成したセルティックスは、今後もさらに連覇記録を伸ばすことになるが、このシーズンのプレイオフは2つのシリーズいずれもが第7戦までもつれる接戦となり、8連覇時代のセルティックスが優勝する上で最も苦労したシーズンとなった。 シーズン前のドラフトでは、王朝後期に AS として活躍するジョン・ハブリチェックが指名され、また新しい血を注ぐのみでなくウィリー・ナオルス、クライド・ラブレットというベテラン獲得も卒なくこなし、1962から63、シーズンも7年連続リーグトップとなる58勝22敗を記録。ラッセルは変わらず16.8得点23.6。 リバウンドと大黒柱としての役割を完遂して3年連続4度目のシーズン MVP を獲得し19得点24リバウンドを上げたオールスターでは初の MVP に輝いたプレイオフデビジョン決勝ではオスカー・ロバートソン率いるシンシナティロイヤルズに苦戦を強いられ7戦中2試合がオーバータイムにもつれる接戦だったが4勝3敗で かろうじて退けると、ファイナルでは2年連続となるレイカーズとの対戦を4勝2敗で、制し、5連覇を達成した。長年セルティックスの司令塔を務めたボブ・クージーが引退し、彼の代わりに、ラッセルの学生時代からの戦友だった、ケイシー・ジョーンズが先発ガードに昇格。演熟期を迎えたラッセルは15.0得点24.7リバウンドを上げて、ウィルト・チェンバレンから5年ぶりに、 リバウンド王の座を奪回、セルティックスは、クージーを失ってもなお8年連続リーグトップとなる59勝21敗の成績を残した。ファイナルではチェンバレン率いるウォリアーズと対決。バトルオブタイタンズ第3幕となった、このシリーズ、ラッセルは、第1戦で、ウォリアーズの誇る2人のビッグマン、チェンバレンとネートサーモンドのシュートを立て続けに、ブロックするという離れ技をやってのけ、 チームを波に乗せると、セルティックスは4勝1敗でウォーリアーズを粉砕し、当時アメリカのどのプロスポーツチームも成し遂げたことのない6連覇を達成した。セルティックスは自らが保持する記録を再び更新する62勝18敗を挙げ、14.1得点24.1リバウンド5.3アシストを記録し、2年連続のリバウンド王に輝いたラッセルは、 30歳の節目の年に自身5度目のシーズン MVP を獲得。5回のシーズン MVP 獲得はカリーム・アブドゥル・ジャバーに破られるまでの歴代最多受賞だった。プレイオフデビジョン決勝ではフィラデルフィア・セブンティー・シクサーズと対戦。シーズン中にセブンティー・シクサーズに移籍してきたチェンバレンとの2年連続の対決が実現した。 プレーオフ4度目の大撃突は激戦となり、第3戦ではラッセルがチェンバレンを第3球までフィールドボールをわずか2本に抑えると、第5二2 8リバウンド7アシスト10ブロック6スティールを記録。第7戦ではチェンバレンが30得点32リバウンドを上げると、ラッセルも16得点27リバウンド8アシストを記録した。ここまでこのシリーズは、ラッセル、 チェンバレンの NBA が誇る二人の巨人のための舞台となっていたが、第七戦、シリーズの行方を決する最後の場面で輝いたのは、ラッセルでも、チェンバレンでもなかった。110から1 0 9のわずか1点リードで迎えた、試合終盤、この大事な場面でラッセルは、スローインをミスしてしまい、ボールの保持権をセブンティー・シクサーズに与えてしまう。逆転を狙うセブンティー・シクサーズは、ハルグリアが、 スローインを入れたが、そのボールをジョン・ハブリチェックが見事にスティールし、チームを勝利とファイナルに導いた。ハブリチェックのスティールは実況のジョニー・モストが叫んだ。ハブリチェックがボールを奪った。試合終了。ジョン・ハブリチェックがボールをスティールしました。という言葉と共に8連覇時代の伝説の一つとなった。ファイナルではベイラー。 ウエストのレイカーズと4度目の対決となったが、4勝1敗で危なげなくシリーズを制し、ファイナル7連覇を達成した。どの王朝にも終焉の時はやってくるが、1960年代に我が世の春を謳歌していたボストン王朝もその例外ではなく、王朝チームの衰退期は着々と訪れているように思えた。7連覇を達成した後のオフ。 ラッセルとは同期のトム・ヘインソーンと名ディフェンダーだったジム・ロスカトフが引退。これでセルティックスのすべての優勝を知るのはラッセルのみとなった。サム・ジョーンズはまだまだチームのリーディングスコアラーとして活躍し、先発に定着したハブリチェックはますます存在感を高めてはいたが、このシーズン54勝26敗だったセルティックスは10年ぶりに勝率主位の座をタチームに明け渡した。 そしてセルティックスの代わりにリーグ首位の座に座ったのがチェンバレンのフィラデルフィアセブンティーシクサーズだった。毎年第一シードの特権としてプレーオフ1回戦を免除されてきたセルティックスだが、この年は10年ぶりに1回戦からの参加となった。初戦の相手、新シシティロイヤルズはオスカー・ロバートソンにジェリー・ルーカス擁する強敵で、 セルティックスは3戦戦勝制の1回戦で1勝2敗と先に大手をかけられいきなりピンチに陥った。しかしその後に連勝を飾ったセルティックスが過労死でデビジョン決勝に進出セブンティー・シクサーズとの対決を迎えた。バトル・オブ・タイタンズは今度こそチェンバレンの勝利かに見えたがしかしロイヤルズに対する二連勝で波に乗ったセルティックスはセブンティー・シクサーズに 苦戦するどころか4勝1敗で下し、10年連続のファイナル進出を果たした。ファイナルは2年連続5回目となるレイカーズと対戦。第1戦に、セルティックスはオーバータイムの末に敗れるが、敗戦のショックも冷めやらぬ試合終了後、コーチアワーバックから衝撃的なコメントが発表された。アワーバックはこのシーズン限りをもって、ヘッドコーチの座から退くことを宣言し、 さらに公認にビル・ラッセルを指名したのである。ラッセルは未だ現役の選手であり、この発表はラッセルが選手兼任のままヘッドコーチの重責を担うこと、さらにはアメリカプロスポーツ史上初の黒人ヘッドコーチ誕生を意味した。名コーチ、アワーバックの引退、ラッセルのコーチ就任、初の黒人ヘッドコーチの誕生と驚き、つくめの発表は、セルティックスの選手に、 敗戦のショックを忘れさせ、続く第2戦以降を3連勝させた。悲願の優勝に向けて粘るレイカーズも、その後に連勝し、シリーズは第7戦に突入。最後はこの冷足に骨折を抱えたままでプレーを続けた、ラッセルの32リバウンドの活躍で、セルティックスが勝利。早まったファンが、コートにオレンジジュースをぶちまけ、 サッチ・サンダースが興奮したファンたちにユニフォームを奪われる中、セルティックスが空前絶後の8連覇を達成した。8連覇は NBA はもちろんのことアメリカプロスポーツ史上どのチームも成し遂げていない金字塔である。セルティックスを伝説的な8連覇9度の優勝に導いたレッドアワーバックは1965から66 シーズンの優勝を最後に兼任していたゼネラルマネージャーに専念するためヘッドコーチから優待した。アワーバックは公認としてまず考えたのがフランク・ラムジーだったが彼は経営する3つの福祉施設経営に忙しかったためこれを辞退した。アワーバックは次にボブ・クージーにヘッドコーチ就任を打診したが クージーも元チームメイトたちを指導したくないことを理由に断り、そして3人目の候補者、トム・ヘイン・ソーンはラッセルの扱い難さを理由にやはりヘッドコーチ就任を断った。しかしヘイン・ソーンはアワーバックに対してある貴重な助言を与えた。それはラッセル自身をそのままヘッドコーチにしてみてはどうかという提案だった。そのことをアワーバックはラッセルに伝えてみたところ、 ラッセルの答えはイエスだった。こうしてアメリカプロスポーツ史上初の黒人ヘッドコーチが誕生したのである。未だ人種差別が当たり前のように横行する時代。当然のように周囲は黒人のラッセルにヘッドコーチが務まるか疑問視したが、ラッセルは周囲の疑問に私は黒人だからという理由でこの職を与えられたのではない。レッドが私ができると計算したから、 この職を与えたのだと答えた。周囲の不安は気用に過ぎなかった。ラッセル体制となった1年目の1966から67シーズン、セルティックスは8連覇時代となんだ変わらぬ成績の60勝21敗を挙げた。ゼネラルマネージャーのアワーバックもベイリー・ハウエルを新戦力としてセルティックスの戦列に並べラッセルの援護をし、選手としてのラッセルは ハウエル加入によりオフェンス面での負担が軽減されたため、得点アベレージはキャリア最低となる13.3得点となったが、リバウンドでは平均21.0本を記録し、大黒柱としての役割を果たした。好調なシーズンを送ったセルティックスだが、セルティックス以上に絶好調のシーズンを送ったのが、ラッセルのライバル、ビルト・チェンバレンが所属するフィラデルフィアセブンティー・シクサーズである。 セブンティー・シクサーズは新たにアレックス・ハナムをヘッドコーチに招聘、チーム改革に成功し、当時の歴代最高勝率となる68勝を挙げていた。セルティックスはプレーオフデビジョン準決勝でウィリスリード、ウォルト・ベラミー擁するニューヨーク・ニックスを3勝1敗で、破るとデビジョン決勝でセブンティー・シクサーズと対決。 過去の対決ではことごとく勝利を挙げてきたセルティックスも、この年のセブンティーシクサーズにはかなわず、1勝4敗で敗れ、ついに8年間続いた連覇が途絶えた。セルティックスが王座を明け渡すのは9年ぶりのことであり、さらにファイナル進出を逃したのは実に11年ぶりのことだった。またラッセルにとっても、NBA 以来ファイナル進出を逃したのは、初めての経験だった。 敗戦の賞となったラッセルは、第5戦の試合後、セブンティーシクサーズのロッカールームを訪れ、彼の終正のライバルであり、そして親友でもあった、チェンバレンの手を取り、グレートと、ただそれのみを祝福の言葉として、捧げた。選手権コーチとしては、悔しいシーズンの幕切れとなったが、試合終了後にはささやかで、かつ重要な幸福の場面が待っていた。 第5戦を終えたセルティックスのロッカールームに、この日観戦に来ていたラッセルの祖父が訪れた。その祖父の目に、信じられない光景が飛び込んだ。白人のジョン・ハブリチェックと、黒人のサム・ジョーンズが、隣同士でシャワーを浴びながら、今日の試合について活発かつ対等に議論していたので、ある。祖父はまるで取り乱したようにその場で泣き崩れた。そして、何か、悪いことでもあったのか。 と尋ねる孫に、お前が黒人と白人が調和する組織のコーチであることをどれほど誇りに思うか、と答えた。連覇が途切れたことは、ボストン王朝崩壊を意味したかといえば、そうではなかった。1966から67シーズンも優勝を逃したものの勝ち星は60勝と優勝を狙うには、十分な力を有していることを証明しており、今だたチームには、 危険な存在だった。チームの大黒柱とヘッドコーチという重責を担う、ラッセルは、1967から68シーズンを12.5得点18.6リバウンドの成績で過ごし、リバウンドが平均20本を下回ったのは、ルーキーイヤー以来となり、平均出場時間も NBA キャリア2年目の1957から58、 シーズン以来となる平均40分割れとなるなど33歳を迎えていたラッセルはシーズンを通してプレーをセーブした。チームは前年を下回る54勝28敗の成績に終わったがセブンティーシクサーズに次ぐデビジョン2位の座を堅守した。プレーオフではデビジョン準決勝でデイブ・ビン、デイブ・ディバッシャー要するデトロイト・ピストンズを破り、 デビジョン決勝で宿敵のセブンティー・シクサーズと対決した。ここで両友の対決は思わぬところから横槍を受ける。1968年の4月4日、公民権運動指導者のキング牧師が暗殺されたのである。この悲劇を受けて、セルティックスとセブンティー・シクサーズの先発選手10人のうち8人がモニフするため試合をキャンセルしたいという申し出があり、 結局試合は予定通りに行われたが感情を変えたような試合と評されたシリーズ第一戦は127から118でセルティックスが勝利した。しかし第二戦以降はセブンティー・シクサーズが3連勝を飾った。過去に1勝3敗からシリーズを覆したチームはおらず、セルティックスの2年連続デビジョン決勝敗退が濃厚となったが、ここから セルティックスの新エース、ジョン・ハブリチェックが驚異的な巻き返しを演じ、セルティックスが2連勝を飾ってシリーズは第7戦へと持ち込まれた。第3戦、第4戦はチェンバレンのマッチアップをウェイン・エンブリーに任せており、記者団からはあるいはラッセルは披露しているのではと言われていたが、第7戦ではそのラッセルが大活躍を見せる。ラッセルはこの大一番で、 チェンバレンを後半フィールドゴールわずかに2本のみに、抑えると、試合終盤では、クラッチプレーを連発。試合残り34秒で、セルティックスのリードを98から96に広げる、フリースローを決めると、続くセブンティーシクサーズに、オフェンス、チェットウォーカーのシュートを見事にブロックし、今度は、ルーズボールを拾ってそのままシュートを打った、ハルグリアのミスショットをしっかりとリバウンド。 敵ゴールにめがけて走るサム・ジョーンズにパスを送り、セルティックスのマコッチョとも言える速攻で勝利を決定づける得点を演出した。セルティックスはこの試合を100から96、シリーズを4勝2敗でセブンティー・シクサーズに勝利し、2年ぶりのファイナル進出を果たした。セルティックスとセブンティー・シクサーズの死闘をテレビ観戦していた西の王者、レイカーズはセルティックスの勝利を願っていた。 彼らには、セルティックスの方が制しやすい相手と踏んでいたのだ。しかし彼らは、過去、5回にわたって、セルティックスに苦敗を舐めさせられたことを忘れていた。セルティックスは油断した旧来のライバル、レイカーズを4勝2敗で破り、1年前に明け渡した、王座を見事に脱回した。ラッセルは、キャリア12年で記念すべき10回目の優勝を果たし、 両手の指すべてにはめられるほどのチャンピオンリングを手に入れたの同時に黒人としては初の優勝チームのヘッドコーチになる栄誉も手に入れた。ラッセルの名声も頂点を極め、この年のスポーツイラストレーテッドのスポーツワンオブザイヤーを受賞した。レイカーズのジェリー・ウェストはもし私がリーグのバスケットボール選手から一人を選ぶなら私の一番の選択は ビル・ラッセルでなければならない。ビル・ラッセルは我々を強感させることを決して止めようとしないとラッセルを絶賛した。10回の優勝に5回の MVP 受賞と常に第一戦で戦い続けてきたラッセルも長年蓄積された疲労を隠せなくなっていた。百六十八から十九シーズンを迎え十四歳となっていたラッセルはコンディションの維持も難しくなりこのシーズンは 通常よりも15ポンド多い状態だった。またシーズン前の6月6日に発生したロバート・ケネディの暗殺、ベトナム戦争の激化など、世情不安に襲われていたこの時代のアメリカにラッセルは大いに幻滅しており、さらに私生活では妻のローズとの関係が崩れかけていた。心身ともに疲労の極みに達していたラッセルは、 レギュラーシーズン中のニューヨークニックス戦の後、激しい痛みを訴え、急性疲労と診断された。痛みと疲労に耐えながらこのシーズンを戦い通した、ラッセルは、初の平均10得点割れとなる9.9得点19.3リバウンドの成績だった。前年見事に王座に返り咲いたセルティックスも、ラッセルは34歳。 サム・ジョーンズは35歳、ベイリー・ハウエルは32歳と、決して若いチームではなかった。加えて大黒柱の不調も重なり、このシーズンのセルティックスは、ラッセル加入以来最低勝率となる48勝34敗に、終わり、1970年代を間近に控えて、急速に台頭を見せてきたボルティモア・ブレッツやニックス、ライバルチームのセブンティー・シクサーズに大きく、水をあけられた。 第4シードと王朝チームとしては屈辱の位置から始まったプレーオフだったが彼らは戦い慣れたこの舞台で本来の姿を取り戻しデビジョン準決勝でチェンバレンのいないセブンティーシクサーズを4勝1敗で下すとデビジョン決勝ではニックスを4勝2敗で破って終わってみれば2年連続この13年間で12回目のファイナル進出を果たしていた セブンティー・シクサーズにいなかったチェンバレンがどこにいたかといえば、セルティックス永遠のライバルチーム、レイカーズだった。ジェリー・ウェストにエルジン・ベーラー、そしてウィルト・チェンバレンが加わって、強力なビュックスリーが形成されたレイカーズは55勝を挙げ、初めてホームコートアドバンテージを獲得した上で、セルティックスの頂上決戦を迎えた。このシリーズはこの時代のセルティックス。 レイカーズのファイナル最後の対決であり、また、ラッセルとチェンバレンの最後の直接対決となった。コーチも兼任するラッセルは、最初、ジェリー・ウェストにダブルチームしないよう指示したが、これが裏目に出て、ウェストに、第1戦で53得点、第2戦で41得点と立て続けに、大量得点を許し、セルティックスは2連敗を喫した。 第3戦からはようやくウェストに対するダブルチームを命じ、セルティックスは第3戦を勝利した。第4戦終盤、セルティックスは追い込まれていた。試合残り7秒で1点ビハインドを抱え、さらにボールはレイカーズが保持と、セルティックスには極めて分が悪いように見えた。しかし幸運にもレイカーズはベーラーがボールを外に出してしまい、保持権はセルティックスに移る。 ラッセルがコーディネートしたオフェンスは、ハウエル、ラリー・ジーク・フリード、ハブリチェックによる見えのスクリーンであり、ボールを託されたサム・ジョーンズのシュートが、ブザービーターとなって、セルティックスの劇的な逆転勝利となった。その後、両、チームとも一生ずつして迎えた、ロサンゼルスでの第7戦。レイカーズは、あるミスを犯した。まるですでにレイカーズの優勝が決まっているかのように、 レイカーズのホームアリーナ、ザ・フォーラムを何千もの風船で飾り立てたのである。これが、セルティックスの激輪に触れた。セルティックスは、第7戦を優位に進め、第4級に入った時点で91から79の、大差をつけた。その後レイカーズはウェイストが懸命な巻き返しを見せたが、チェンバレンを第4級にほとんど起用しないという、レイカーズ側の不可解な采配もあり、 セルティックスが108から106で逃げ切り、シリーズを4勝3敗で制した。この日21リバウンドの活躍で、セルティックスの勝利に貢献したラッセルは、キャリア13年目にして11回目の優勝を果たした。試合終了後、ラッセルは、数いるライバルの一人でこのシリーズ中も、大活躍だったウイストの側へ行き、彼の手を握って、健闘を称えつつ、ひどく気落ちし、 取り乱していたベストをなだめた。見事にチャンピオントロフィーを持ち帰ってきた我らのチームを迎えるべくセルティックスの外戦を3万人のボストン市民が迎えた。しかしそこにこの場にいるセルティックスのどの選手よりも多くのチャンピオンリングを持つラッセルの姿はなかった。ラッセルの引退はあまりにも突然だった。そしてそれは誰もが羨むような優勝しての 引退という形だったが、しかし記録の上では華やかであっても、実際のところラッセルの引退は華やかでも、音便でもなかった。ラッセルは一方的に引退を宣言すると、ボストン市民には何の恩もないと外線パレードにも参加せず、そしてセルティックスとの関係を一切断ち、ボストンには困惑のみが残された。その後ファンに対し何のコメントないままだったラッセルが、 スポーツイラストレーテッドに1万ドルと引き換えにインタビューに応じたことにボストンのファンと記者たちは裏切られたと感じた。苦ク楽クを共にしてきたアワーバックですらもラッセルから引退を知らされていなかった。それはアワーバックのチーム経営士において最大の誤算の一つとなりアワーバックはこの年のドラフトでジョ、ジョホワイトを指名するという過ちを犯してしまう。ホワイトは その後セルティックスの第二期黄金期とも言える時代の中心選手となるので、アワーバックの指名は決して失敗であったわけではないが、ラッセルが引退するのであればまずは何よりも彼に代わる、センターを手に入れなければならなかった。結果的にラッセルが引退するのと同時に、13年の間に11回の優勝と映画を極めた、ボストン王朝は一瞬で瓦画解する。 ラッセルが引退した翌シーズンのセルティックスは34勝48敗に沈み、優勝を争うどころか、プレーオフ進出すら逃したのである。また NBA23 年にわたって続いた、ボストン王朝時代に幕を下ろしたラッセルの引退は、NBA に新たな時代の到来を告げ、後のリーグの流れを形作った。すなわち、軍有拡挙の戦国時代である。 この年のセルティックスの連覇を最後に NBA に再び連覇を果たすチームが現れるのは1980年代後半でありチャンピオンチームは毎年のように入れ替わっていく。なおセルティックスには引退を一切告げていなかったラッセルだったがサム・ジョーンズはチームメイトは皆彼の引退をそれとなく察しておりそのことがチームを団結させ この年の優勝につながったと語っている。プレイオフセルティックスの最後の3シーズンをヘッドコーチとしても指揮したラッセルはチームを2度の優勝に導く実績を残したものの、その後指揮したシアトルスーパーソニックス、サクラメントキングスではいずれも大きな成功はつかめなかった。1973年から1977年までをの4シーズンを指揮したスーパーソニックスでは、 2年目の1974から75シーズンにフランチャイズ史上初のプレイオフに導いたが、その後のチーム成績は横ばい状態が続き、4年目の1976から77シーズンにプレイオフを逃したの契機に、コーチの任を解かれた。彼の後任となったレニー・ウィルケンズは、就任1年目でチームをファイナルに導き、さらに翌シーズンには優勝を果たしている。 スーパーソニックスでの成績は162勝166敗だった。キングスでは1977から78シーズンの1シーズンのみを指揮し、17勝41敗の成績と振るわなかった。セルティックス時代も含めたラッセルのコーチキャリアの通算成績は8シーズン631試合で341勝290敗、プレーオフ出場5回、優勝2回だった。 ラッセルの背番号6は1972年にセルティックスの永久欠番となり1975年には殿堂入りとなったが地元メディアとの関係が悪化していたラッセルはいずれの式典にも姿を現さなかった。コーチキャリアを終えたラッセルは財政的な困難に直面した。リベリアのゴムプランテーションに25万ドルを投資しこの利益で余生を過ごそうとしていたが これが失敗し、ラッセルは破産した。その後スポーツ解説者として働いたが、ラッセルは視聴者に好まれるタイプの解説者にはなれなかった。また、テレビドラマのマイアミバイスに出演したこともある。その後数年間、シアトル近郊のマーシャーアイランドでトン者として暮らした。彼が再び表舞台に現れたのは、時代は21世紀となった2006年1月のことで、 ラッセルがその時代のスーパースター、シャキール・オニールに彼の元チームメイトで険悪な関係にあったコービー・ブライアントと和解するよう助言したことが広く報じられた。このことが契機となってか、ラッセルの姿が次第にメディアで見られるようになり、NBA ファイナルではラッセルからファイナル MVP のトロフィーが授与される場面も見られた。2006年11月には創設が決まった。 全米大学バスケットボール伝道の初代、伝道入りメンバーの一人に選ばれた。翌2007年5月20日には、サフォーク大学から名誉博士号を、同年6月7日には、ハーバード大学から名誉学位を与えられた。2009年の NBA オールスターでは、ラッセルにとって喜ばしい発表があった。NBA は、ラッセルの11回の優勝などの功績を称え、 ラッセルが一度も獲得することのなかったファイナル MVP をビル・ラッセル NBA ファイナル MVP 賞に改名すると発表した。またオールスターゲームではラッセルの75回目の誕生日を祝い、セルティックスの現役スター選手、ポール・ピアス、レイ・アレン、ケビン・ガーネットから特大のバースデーケーキをプレゼントされた。その年のファイナルでは 自身の名前が冠されたファイナル MVP トロフィーをコービー・ブライアントに授与した。ラッセルは北米スポーツ史上最も成功したスポーツ選手の一人である。彼はボストンセルティックスの選手として選手権ヘッドコーチとしてプレーした2シーズンを含む計11回の優勝を達成し、またバスケットボールという競技、特にディフェンスの分野において革新的な影響をもたらした。 NCWA トーナメント連覇を果たしたカリフォルニア大学での1956年の優勝に1956年の NBA ファイナル制覇とラッセルは史上4人しかいない NCWA 優勝の翌年に NBA 優勝を果たした最初の一人となったラッセルはさらにその間にオリンピックの金メダルを獲得しているレッドアワーバックの後を継ぎ アメリカプロスポーツ史上初の黒人ヘッドコーチとなったことも NBA の歴史上重要な役割を果たしている。ラッセルは、比類なきディフェンス力、高いバスケットボール IQ、勝利に対する強い意志を兼ね備えた史上最高級のセンターであり、完璧な守備的センターと考えられた。ラッセルは、当時はオフェンスばかりが強調されていたセンターのポジションでも、 強力なディフェンスができることを証明した。ディフェンスにおけるラッセルの功績の一つは非常にレベルの高いブロックをバスケットボールにもたらしたことだった。ラッセルのブロックは単にシュートを阻止するのみならず同時に味方に対するパスになっていることがよくあった。従ってラッセルのブロックから始まる速攻もセルティックスの得点源になった。ラッセルはブロックを 芸術の域まで高めたと評価する専門家もいる。ブロックやスティールが公式に計測されていなかった時代、ラッセルのディフェンス力を数字で測る上で参考になるのがリバウンド数だが、ラッセルは歴代でも最高レベルのリバウンダーであり、同時代のウィルト・チェンバレンと幾度となくリバウンド王の座を争い、計4回のリバウンド王に輝いた。キャリア通算。 平均リバウンドはいずれもチェンバレンに次ぐ歴代2位、プレイオフ通算、平均はいずれも歴代1位であり、プレイオフではすべてのシーズンで平均20リバウンド以上を達成している。誰よりも多く立ったファイナルの舞台では、リバウンドに関する様々な NBA 記録を保持しており、また試合51リバウンド、49リバウンド、12、 シーズン連続のシーズン23000リバウンド以上も達成している。ラッセルのリバウンドからボブクルジーへのアウトレットパスは速攻につながる重要なラインだった。またラッセルは最も偉大なクラッチプレイヤーの一人としても知られた。ラッセルが在籍した時代のセルティックスはプレーオフ4戦戦勝制での第7戦、3戦戦勝制での第5戦を11回経験したが、 セルティックスは11戦全勝という圧倒的な強さを発揮している。これらの試合において、ラッセルは平均18.0得点29.45をリバウンドと普段を上回るパフォーマンスを発揮しており、プレイオフ全体を見ても、ラッセルはレギュラーシーズンより上回る成績を残しており、ラッセルがより重要な試合でいかに頼りになる存在だったかを物語っている。 同じ時代に活躍したチェンバレンなどと比べると、ラッセルは得点に関しては平凡に見えるが、ラッセルはオフェンスでも平均以上のセンターであり、大学時代には平均20得点以上を達成している。パスセンスも悪くなく、スクリーンのセッターとしても優秀で、得点に関しては左手でのフックシュートやアリウープを得意とした。しかしチームメートには多くの得点力のある選手がいたため、 ラッセルは自分の役割であるディフェンスにより専念していたと言える。ラッセルのキャリア通算での1試合平均フィールドゴール、品げ数は13.4本と決して多くなかった。また、フリースローはキャリア通算で成功率56.1%と苦手としていたようである。ラッセルは2009年現在まで3度の結婚を経験。最初の相手は 大学生時代に出会ったローズ・スウィッシャーで1956年に結婚したが、1973年に離婚。彼女のとの間には3人の子供を授かり、内数とはテレビ評論家で弁護士のカレン・ラッセルである。1977年には1968年のミス・ USA であるドロシー・アンステッドと再婚したが、1980年に離婚した。 1996年には2009年に死別するまでの3人目の妻、マリリン・ナウルツと再婚している。ラッセルの実験は著名な脚本家のチャーリー、エル・ラッセルである。クラッチプレイヤーとして知られるラッセルだが、プレッシャーとは無縁ではなく、試合前にはしばしば、ロッカールームで吐いていたほどである。これが頻繁に起こるため、チームメートはラッセルが吐かないと、帰って心配するほどだった。 ラッセルは権力を巧みに操った。1967年にヘッドコーチに就任した際、チームメイトに対して個人的な付き合いを一節ダ断つと言い放ち、彼らの同輩から上司へと立場の移動をスムーズに言った。ラッセルはチームメイトや友人に対しては開放的で社交的だったが、それ以外に対しては極度に閉鎖的だった。記者たちはしばしば不機嫌なラッセルを、 長い沈黙を伴う冷感で、軽蔑的な目つきと評した。またファンからのサインの求めにも応じないことでも有名で、ある専門家は、最も利己的で、不愛想で非協力的なスポーツ選手と評している。ラッセルは、現役当時、NBA で最も稼ぐ選手の一人で、彼のルーキー契約は当時リーグ一の高級取りだったボブクルージーの2万5000ドルをわずかに、 下回る24000ドルだった当時の NBA は、プロリーグといえど、多くの選手が高収入を望めない時代であり、チャンピオンチームのボストンセルティックスでさえ主力選手の多くが副業を営み、オフシーズンには、トム・ヘイン・ソーンは保険業者として、ジーン・グアリアはプロのギターリストとして、ボブ・クージーはバスケットボールキャンプのコーチとして働き、レッド・アワーバックは、 プラスチック産業と中国のレストランに投資していたが、ラッセルは副業に手を出すことなく、プロ選手としての収入だけで生活することができた。ウィルト・チェンバレンが1965年に NBA 初の10万ドル契約選手となった時、ラッセルはすぐにアワーバックに10万1ドルの契約を要求し、アワーバックはすぐにそれに応じている。ウィルト・チェンバレンとは、 NBA 史上最も有名なライバル関係として知られるが、私生活では親友としての関係を築いており、感謝祭にはラッセルがチェンバレンのもとに食事に訪れるのが恒例となっていた。ラッセルは二人がライバルであると言われるのを嫌っており、二人でいるときはバスケットの話はほとんどせず、主にラッセルが所有する電車について語り合っていたという。 しかし二人の関係は1969年の NBA ファイナル第7戦で激しい嫌悪を伴うものへと変化してしまった。接戦となったこの試合でチェンバレンは残り6分でベンチに下がると以後コートに戻ることはなかった。チェンバレンがベンチに下がった理由は膝の怪我によるものだとされているがラッセルは毛病だと思い彼は逃げ出したと発言。 これに激怒したチェンバレンはラッセルおかげで中傷するような人間だとみなした。この事件がきっかけとなって二人の関係は極端に悪化し、以後、ラッセルが公式に謝罪するまでの20年以上の間、二人が直接会話することはなかった。チェンバレンの老いによれば、1999年にチェンバレンが救世した時、ラッセルは彼の死を告げられた二番目の人物だったという。 ラッセルのキャリアは人種差別に対する困難な戦いの連続でもあった。幼い頃はしばしば両親への差別的な虐待を目撃した。ある時、ラッセルの父がガソリンを求めてスタンドに並んでいたところ、従業員は白人の客全員が給油し終わるまでラッセルの父を待たせようとしたため、彼は別のスタンドに行こうとしたが、その従業員は三段銃を彼の頭に突きつけた。 またある時は、ラッセルの母が仮装服を着て歩いていたところ、警官に呼び止められ、それは白人女性が着る服だと家に帰って服を脱ぐよう命じた。カリフォルニア大学でカレッジバスケのスター選手となった時も、彼と彼のアフリカ系アメリカ人のチームメイトたちは、常に白人学生たちの嘲笑の的だった。そしてそれは、ラッセルがプロ選手として成功し、 NBA で最も優秀な選手の一人となってからも変わらなかった。1958年のオフシーズン、ラッセルがチームメイトたちと国内旅行をし、ノースカロライナのあるホテルに泊まろうとした際、白人のホテル経営者から黒人であることを理由に宿泊を拒否された。1961から62シーズンには、ケンタッキー州で彼と彼のチームメイトが、 やはり黒人であることを理由に入店を拒否された際には、同州歴ントンでのエキシビションゲームへの参加を拒否した。これらの経験が重なったため、ラッセルは人種差別に対して非常に敏感となり、たとえそれが侮辱する意味を含まなくても、彼はしばしば人々の行動を差別的と捉えた。ラッセルは次第にブラックパワーサリュートへの系統を強めていき、 1967年のモハメド・アリの徴兵拒否を指示、黒人奴隷により建国されたアフリカのリベリアに土地を購入するなどの運動を展開し、周囲からはフェルトン X と呼ばれるようになった。1963年のスポーツ・イラストレーテッド誌でのインタビューは多くの誤解を生んだ。ラッセルはインタビューの中で愛、 ディスライクモーストホワイトピープルビコーズゼアレピープル、アイライク r ーストブラックスビコーズ、アイ o s t b l a c k I am black と答えた。このことについて白人のチームメイトフランク・ラムジーがでは自分は嫌いかどうかと尋ねてきたためラッセルはあれは誤って引用されたものだと答えたが彼の釈明を信じる者は少なかった。高校時代にラッセルに助言を与えたジョージ・パウルス 大学時代にラッセルを大きく成長させたフィルウェルパート NBA で初めて黒人選手を積極的に起用したレッドアワーバックラッセルに高級を支払ったセルティックスのオーナーウォルター・ブラウンとラッセルの周囲には白人の反人種差別主義者も多かったが繰り返される差別に彼の態度は会議的となり周囲の好意的な反応にも偽善的と捉えるようになってしまい ファンや隣人からの賞賛を有効的には受け取れなくなった。ラッセルは世界は自分に何も与えてくれなかったので自分も世界には何も与えないと決めた。この態度はラッセルとファンや記者との間に決定的な亀裂を生じさせた。ラッセルはボストンに借りがあるというがそれは違う。私は子供たちに微笑むことも親切にすることも拒否すると発言。怒った。 ボストンのファンや記者の大部分はラッセルを利己的で古代妄想的で偽善的だと非難した。当時の FBI のラッセルのファイルにも白人の子供のためにサインをしない尊大な黒人と書かれていた。ボストン市民との敵対関係は数人を強行に走らせ、彼らはラッセルの家に侵入し壁に差別的な落書きをし数々のトロフィーを破壊し、 ベッドの上に排泄して去っていった。それに対しラッセルは、ボストンを人種差別のフリーマーケットと呼び、対立をより一層を深めた。ラッセルのボストンに対する攻撃は引退後もやまず、ボストンの記者たちを、反国人主義者、人種差別主義者と呼び、これに対しボストンのスポーツ記者、ラリー・クラフリンはラッセルこそが差別主義者だと反論した。 1972年にラッセルの背番号6が永久欠番となった時も1975年に殿堂入りした時もラッセルはボストンで開かれた式典には出席しなかった。引退後のしばらくはラッセルはボストンには近づこうともしなかった。しかし時が経ち、セルティックスが13年の間に11度の優勝を果たしたことも 伝説と化した1990年代に入り、両者は和解の方向へと向かい、ラッセルも何度か、ボストンに訪れるようになった。そして1999年に、ラッセルの時代から、長年セルティックスのホームアリーナだった、ボストンガーデンが閉鎖され、本拠地を TD ガーデンに移す際、ラッセルの背番号6を、再び永久欠番にしようとする動きが起こった。 ラッセルも長年ボストンを避けてきたことへの埋め合わせをしたいという気持ちもあり、これを受けることにした。そして1999年5月6日、ラッセルは久しぶりに満員の監修の前でセルティックスのホームコートに立った。やはりセルティックスの伝説ラリーバードや NBA の偉人カリーム・アブドゥルジャバー、そして長年の確執から和解を果たした永遠のライバル、 ウィルト・チェンバレンダが見守る中、自身の背番号6が綴られたバーナーを、新アリーナの天井に掲げた。監修からは、長時間にわたって、スタンディングオベーションが送られ、ラッセルの目からも涙がこぼれた。2008年12月2日には、ボストン市から、We Are Boston Leadership Awards が送られた。長年イントン生活を送っていたラッセルの生活は、にわかに忙しくなり、 娘と共に年中行事にたびたび顔を出すようになった。basketballd-reference.com ありがとうございます。